どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はちっこカレンダーは9月23日から、28日までの記念日を紹介していきます。それではご覧ください。どうぞ。ご覧いただきました。いやー、気になった記念日皆さんありましたか？僕が気になった記念日は9月28日のパソコン記念日。これ面白いですよ。日本で、1978年9月28日に、NEC のパソコンブームの火付け役となった PC8001 を発売したことに由来。ここから日本のパソコンブームがドカッといったというわけですね。来年で40周年ってことですね。そのパソコンブームの NEC が出したパソコンが出てから、いや面白いですね。こういったものも記念日になります。皆さん、記念日はね、大いに越したことはないので、ぜひ、この日とか空いてるぞっていう日とかもあったり、まだ実はこれありそうだけどないなとかっていう記念日もいっぱいあると思います。ちょっとね、そういった記念日をね、僕らちょっとなんか発信できたらなとか思ってます。いやー、記念日楽しいな。すっげー。それでは次回の動画でお会いしましょう。コメントもお待ちしております。それではまたねー。